堂たちにボールが入ると、ホラー映画を見ている気分だった、これ。ハイインテンシティの攻防が繰り広げられた中、遠藤らリバプールの中盤に驚嘆の声を上げたのが、シティの OB であるネダム・オヌオハシだ。37歳の元ディフェンダーは、アレクシス・マカリステルと遠藤の足元にボールが入った途端、彼ら、リバプールはとても良くなるんだ。家で座ってホラー映画を見ているような気分だったよ、と、その恐怖を表現している。遠藤がチャージに行くとそれに合わせてアンフィールドが湧く、それで奪った後の攻撃に勢いが増す。敵チームファンにはホラー映画でも、我々にとっては半沢直樹見ているような痛快感がある。周囲と比べ、明らかに安い30億の選手、遠藤がビッグマッチで無双してるのは確かに爽快。マクアリスターと遠藤のコンビが試合を重ねるごとに良くなってる。マクアリスターのヘルプの位置がいい。遠藤が縦に差し込むパスは相手が対応できるタイミングより一瞬早い。遠藤やマクアリスターを中心にした前向きのパス回しが出来上がっている。パスがどんどん通るようになると、中田秀俊を思い出すんだよな。中田も当たり負けしなかったし、よく走ってたから、もう中田みたいな選手は現れないかなと思っていたけど、まさか遠藤がその存在に近くなるとは。ベルマーレの DNA ですね、きっと。ボール保持した瞬間、相手に恐怖を与える、超一流の証だね。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。